はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日はね、ことぶき屋さんから、サンプルいただきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まあ、新製品じゃないんですけれども、ヘキサギアシリーズの中の、ガバナ、ウォーメージヘッツァという、こちらの方、今日は開封してみようかなっていうふうに思っております。まずね、このヘキサギアって何なのっていう話なんですけれども、ヘキサギアってですね、実はこの六角の穴がいろいろとこう、開いてる、なんていうのかな、乗り物だったりとか、ロボットだったりとか、そういうのがいろいろ出てまして、それを自由に組み替えて遊ぶことができるよっていうシリーズなんですよ。で、いろいろと本当にね、その機械の種類もいろいろ出て、その中にね、まあ、24分の1スケールなんですけれども、ガバナーと呼ばれるこう人型の模型、これをですね、コックピットに乗せたりとか、そういうことができる、まあ、昔のミクロマンみたいな感じですね。そんな感じでいろいろ遊べるよっていうタイプの模型を今ことぶき屋さんの方で出しておりまして、フィギュアにあたるこのガバナー、はい、それの、ウォーメージヘッツァーと、こちらの方を今日は開けていこうと思います。まあね、パッと見ね、なかなかこうね、サブマシンガンをこう両手に持ってってね、お前はどこのチーフだという感じなんですけれども、非常に楽しそうで、あれどこだった、あった、ね、こう封がかかってるのでね、ちょっと店頭では見れないんですけれども、今日はね、開けてシュッと、はい、見ていこうと思います。開けますと説明書、それから、あー、なんかすごいイメージのカードが入ってますね。はい、あ、なんか後ろにその世界観の説明とか入ってる、うん、このウォーメージに関する説明入ってますね。お、この辺も読み込んでいくと、作る時にね、想像が広がりますね。7枚、ヘキサグラムハンドパーツセット、塗装済みパーツ、お、いろいろ塗装済みのパーツも入ってるんだな。ああ、はいはいはい、これが手ですね。で、フィキサー、お、やっぱり本当にね、24分の1となると結構細いな。今日、あ、これヘッドパーツとかも2種類ついてるんだな、これ。腰パーツ、そうですね。バイザーの中の色は塗装済みになってるんだ。あ、すっごい親切。パーツの切り取り方とかきっちり、二度切りの説明まで書いてある、うん、アンダーゲートの説明も入ってますね。ゲートの付き方がちょっと違うやつをどうやってやっていくかってことですね。お、ちっちゃいけど、これボールジョイントがもう各所、肩とかもこれ引き出した後にこういう風にブレるような軸が入ってるな。腕の合わせも、いや、実際これ作ってみないと分かんないけど、うん、意外とこのなんだ、分割のラインとかがね、そんなに目立たないようになってますね。で、こんなにちっちゃいのに足首とかもすごい、軸何軸あるんだこれ。1軸、2軸、3軸、3軸ぐらいで、設置とかもしっかりしてそうですね、これね。うん。あ、サブマシンガンは太ももにラッチでつけれるんだ。うわ、結構細かめではあるけれども、面白いかな。これはちょっと、今度真面目に作ってみよう。サブマシンガンもワンパーツではあるけど、結構ディティールも細かいですね。いや、今日このね、ヘキサギアシリーズでね、やっぱりこのガバナーをね、何体も揃えてっていうのも楽しいとは思うので、はい、これは結構サクッと作れるんじゃないかな。本当にバタバタっと組んで、彩色済みのパーツも入ってるので、本当そのまま組むだけでかなりかっこよくなりますし、もしあれだったらちょっとね、墨入れだけね、してあげたり、クレオスさんのウェザリングカラーでザバザバっとやってもいいし、タミヤの墨入れとかでちょちょんって入れてもいいし、それだけやるだけでもかなり変わってくるんじゃないかなっていうようなものですね。うん、
まあ全部塗装して何やってっていうとなかなか細いなって思うところもあるけど、でも全然できない大きさではないかな。ちゃんと、ディティールしっかりしてるし、これは楽しそうですね。はい、いろいろと作っていってみたいと思いますが、まあ、今日は開封ということで以上です。皆さんもこれぜひ手に取って遊んでみてください。まあ、このねガバナーオーメイジはあのヘルメットをかぶってるからね、顔のパーツがないので、何個も作らないとこれ難しいな。